はい、マッチョよくすると補正でございます。日時はですね、2022年12月の今日3日でございます。はい、今来ているところは東京都青梅市、東京都青梅市の大門地区に来ております。はい、またまたですね、変わったですね、珍しい自動販売機を見つけましたので皆様にですね、お届けしようと思いまして、動画を、回しております。はい、見てください。何やらですね、青梅クレープというね、自動販売機がここにございます。はい、なんかね、チョコバナナホイップカスタード450円、キャラメルバナナホイップ400円、抹茶バナナカスタード400円、などなどですね、販売しているみたいでございます。はい、おはようございます。はい、クレープね、これ瓶の中にね入ってるみたいですよね。はい、一番人気はですね、このチョコバナナホイップカスタード、2番人気はですね、キャラメルバナナホイップ、あとはですね、個数限定でですね、抹茶バナナカスタードっていうのがねあるみたいですね。はい、その他ですね、ピザソースハムチーズとかねあるみたいですね。はい、もしですね、気になった方、こちらのですね、大門地区にございます、米なんだろう、手作り米粉クレープっていうねキャッチフレーズで出ております。はい、目印はですね、この、コインランドリーサンズさんっていうね、コインランドリーさんのねところにございますので、気になった方はですね、ぜひ一度こちらの方でですねご購入してはいかがでしょうか。はい、現場からは以上でございます。マッチョをよくすると、お付き合いいただきました。